あ、いるわ。そんなこけ方ある？いや、マジでまだ超夜中。やべ、スパイダー来やがった。やべ、ちょっとあの火切ってたらバレちまった。あぶね、倒せた。捻挫？時間を置いて回復かよこれ。あれ、ちょっと今チェスト作っておいたら木材の数が薬剤になってる。やべ、来た、いる。ナースか、ナースが2人。これ待って、普通の鉄矢どうなんだろう。あ、今バレてないぞ。おお、なるほど、銃声がドカンってするわけじゃないから2回ステルスアタックの可能性あんのか。でも鉄でもこれ矢壊れるんかい。いいぞ。あ、矢刺さってる。鉄もったいないから通常にして。これバレてる？バレてる。あ、死んでるわ。いや、バレちゃった。普通にバレた。オッケー、歩き来た。ちょっと間合いのチェック。あー、やっぱ思ったよりやっぱコンボよりかは遠いな。あ、死んだ？あ、死んでるわ。よっしゃ、捻挫治ったぜ。体力は減っちゃったけどね。とにかくレベルを上げないと。あとお金も欲しいし、あとなんか報酬の火炎瓶が使えるってコメントにあったんだよな。なんでこんな遠いんだよ。弓のパーツも集めてさ、木の弓とかクロスボウとか、まあ、段階踏むんだったら木の弓作りたいよね。いいね、しっかりフェイント入れて、出血ダメージ入れて。あ、血止まったっぽいな。あ、でも死んでくれるね、血止まった後に。デブゾンか、一発入れて、ヘッショ一発外す。おお、死んだ。ん？待って、今経験値入った？出血ダメージ経験値入らん説ある？よし、ここで試してみるか、出血ダメージ。あれ、ここ地雷があるとこ？あ、そうだな、地雷あるわ。奥のやつ反応してね。でもあれだな、ダメージ与えてから地雷で死ぬとやっぱ経験値入ってないな。最後のダメージをプレイヤーが与えないと経験値入んないのかな。チェックチェックチェック。あー、ダメだこりゃ。出血ダメージの闇を見た。そういうことか。あー、ダメだ、出血で死ぬと経験値が。お、ショットガンダメージアップ。いや、いらんわ。売ればよかった、銃使えないんだから今。ミスった。あとなんか夜強くなるだったな。これじゃああれか、もうその出血ダメージで死ぬ前にナイフで殺しきるみたいな感じか。こうだ。うん、こうやるしかないのかな。おお、なんかすげえ豪華、ラッキー。なんかやたらカクつくな。ゾンビが湧いてるときカクつくんかな。まあ思ったよりナイフ強いから、経験値ナーフだと考えれば、まあ縛りプレイにはいいのかな。
お、あー、テス製クロスボウの設計図か。物が欲しかったけどな。生命体へのダメージプラス 100%。 これどういうこと？ゾンビって生命体？まあ、ちょっとこれつけてみるか。ちょっと あれだな、ゲーム再起動したら仕事リセットされるのかな。ちょっとあのゲームがガクガクなんで OBS の設定を変えたんですけど、あ、変わりないな。これつけてみるか。遠距離ダメージアップ。あ、でもこれいいな、普通に強くなるんだ。あ、てかレベル上がってんじゃん。素早さも上げていきたいが、なんかパルクールもおすすめってあったんだよね。まずは素早さの大元から上げていこうかな。あのすいません、あの見つかんなくてもうマジ最後のとこまで来ちゃったんだけど。あー、来た。よし、これでゾンビを倒していく。いや、マジでなんか角つきがね、広いんだけど。これゾンビが出た瞬間がマジで重い。よし、いいぞ。おお、報酬で抗生物質きた。もらっとこうか。またゾンビいっそう。さてさて、一層食え。なんだこれ、滑り台から行くのか。あ、こんなのあるんだ、面白え。あら、ん、またジャンプだ。よいしょ。画面のガクつきほんとすいませんね。マジなんとかなんないかな。あー、はいはい、なるほどね。いますね、寝てますよ、看護師さんです。いいぞ、しっかり弓を当てていく。あー、連鎖してバレてる。あかん。いいね、いいね。矢をしっかり回収しの進んでいく。これ上かな、階段坂。あ、いるわ。そんなこけ方ある。よしよしよし。おお、犬か、びっくりした。よーし、終わり。カクカク直すためにさ、テクスチャー下げすぎてもうわけわかんないことになってるわ。あ、より多くの医療品が見つかる、いいじゃん。いや、でもボケボケだよ、テクスチャーが8分の1だから。おお、鉄ありがてえ。グラフィックがすごいことになってる。お、なんだ、ショーホードだ。倒していくか、間に合うかな。あ、うめえ、レベルアップ。これ逆に高設定にしてみるか。どうだ？あ？あれ、いいぞ。低設定すぎておかしかった説ある。まあいいや、ちょっと高設定でいってみよう。設定ガチャガチャ外ですいません、なんか。よっしゃ、間に合った。接合部改造パーツってなんだこれ。機動性アップ。あ、なんかスタミナ減少が減るのかな。お金結構たまってきたな、4000円。もしかしたらさ、バイクとかも買えるんじゃない。売ってないけどね。あー、閉まる。さて、ここで在庫確認。12000円。あ、木の弓売ってんじゃん。うわ、ちょっと足りねえ。うわ、使いてえこれ、読んだし。ここで仕事するか、ちょっと。うわ、なんとも言えん距離ばっかだな。
やるか。うわ、これ待って、焼け野原か。まずいな、ゾンビ犬いるかもな。めんどくせえとこ来ちまった。行くぞー。いないかな。鳥は厄介だよ。あー最悪、落ちたー。ジャンプで行くか。骨折れてないよね。トラウマ、トラウマなってますわ。あ、もう終わり？早っ。さてさて、このさ、コメントにあったんだけどさ、今みたいなの呼び込みの遅れでさ、このなんかポケモンバトルが始まるみたいなコメントあったんだけど、マジ笑ったわ。はい、購入。どうなんだ？お、いいぞ。これでまた弓強くなったわ。あ、なんかちょっとかっこいいよこれ。試し打ちして、あ、と思ったら小砲弾来た、ラッキー。あ、なんか、え、撃つ時の音違うじゃん。あ、偏差もなんかやっぱ速度が速いから矢の気持ち素直だ。こんなもんじゃないか、もうちょいか。おー、いいね、いいよ、当てやすい。当たる当たる当たる。あ、すごいわ、矢のスピードが上がるだけでこんなに違うんだな。なんだ、犬だ、飛び跳ねてる。やべ、いけるかなこれ。なんだ、バレなかった。なんだ、視線が低いから草に隠れて見つけられなかったんかな。この穴掘りクエスト楽だけど退屈だよね。弓がさ楽しくなってきちゃったから、なんかもう戦いたくてうずうずしてるんだけど、これってちょっと危ないよね。さて行きますか。あ、いいぞ、ベーコンエッグのレシピ来た、マジ嬉しい。あ、切断いいね、いいよ、バッグもありがたい。おー、缶詰ありがてー。さて報酬何かな。ノコギリブレード、うん、鎮痛だな。仕事遠遠すぎでしょう。オッケー、コーヒーとビールの力で到着だ。これただ間に合うかな、これ閉店までに。サクッとやっちゃうか。なんか降り立った瞬間棒立ちになるのおもろいな、このこのゾンビさん。よし、いいよ、こう来て、ほう、いいね、階段細っ、降りますね、いいですね。これは外かな、鳥いる、鳥だわ。 OK、 ここはナイフで行く、ナイフからの弓もありよ。オッケーオッケー、死んだ、これで終わりか。え、おい、お前目の前でもう湧いたぞ。え、みんな見たよね今。え、このゲームやっぱ壊れてるんだな。よし、間に合ったぜ。今回はね、この木の弓、マジ強えじゃん、つうことがね、わかりましたね。パート3、ご視聴ありがとうございました。銃禁止世界。では、またお。